今回の声優わちゃわちゃはザ・ファブル。いや面白いですね。読んだ。じゃあ推しの子っていう。これは声優がアニメ化されていない漫画の主役に逆オファー。アドナインス所属森久保祥太郎です。佐藤明役です。よろしくお願いします。ここでしか見られない聞けないプロの技見逃すな。猫が違う。それじゃあわちゃわちゃスタート。ちょっとこれ一個ね、はい、ちょっとこの4人でやりたいのがちょっといい思いを出しちゃって、はい、もちろんお願いします、はい、これ主人公やりたい漫画を語ってわちゃわちゃ、はい、アニメや映画など普段から漫画に精通する文化に関わっている人気声優さんは一体どんな漫画を面白いと感じているのかしら。俺なんか最近小学生の時に読んでた漫画の単行本を今買い直しちゃって。森久保さん小学生の時って漫画ってあったんですか。あったよ。それはこっちにも失礼。あぐわい両サイズ。あぐわいな。ちなみにさ、今までこうアニメ化される前から、うん、この漫画がアニメ化されたら絶対やりたいなみたいので実際叶ったみたいなのってある。たくまなんかどう。歌をやったことありますけどね。どういうこと。今転生したらスライムだった件とアニメで、うんうん、漫画ずっと読んでてめっちゃ面白いと思ったら主題歌やらせていただくことになって、なかなか珍しいパターンでもありますけど、うん、なるほど、まあ、役もやらせていただきましたけど漫画僕めちゃくちゃ読むんですけど、うん、読んでる時にあのこれやったらかっけーなーとかって思うこと結構ある。やったらかっけーなーって自分の CV で勝手にプロのくせになんか発想がしどとっぽいな。俺なら合いそうだなって。俺やったらかっけーなーってかっけーなってって思いながら読んだ。素人だろそれ。でも合いそうだなとか自分ならこれ合いそうだとかあるよね。とかありますね。これねでもね あんまりそのしょっちゅう俺も読んでないんだけど昔やったレイズっていうのとゲットバッカーズっていうのを両方出させてもらってマガジンだったんだけど、これもう本当にあの週刊誌も読んでて単行本も買って大好きだったの。どっちもそれはなんか叶って。ああそれすごい。あと今やってるあの東京リベンジャーズ、はい、あれもうすっげえ面白い。もうどの役でもいいから出たいと思ってなんか叶ったりね。まさかの役でしたね。まさかの役ですけど多分もね出てますけど、はい、出てます。そういった意味では僕弱虫ペダルがそうだな。あ自転車、そう自転車好きだから、うん、やっぱり弱虫ペダルは読んでてやっぱこれがアニメ化されたらもしアニメ化されたらぜひやりたいと思って、ね、出てもねそう出られたからいい、ね、あれは嬉しかったですね。ですよね、うん、もうめっちゃ漫画読んでるんで何かしら頼むって思ってます。何かしら何かしら頼むって今日ここでそれが何かしら漫画読んでる。早速なんですけどちょっと僕の方から最初に紹介しちゃっていいですか。ああもう教えてくださいよ。僕ね最近面白いなと思ったのはねこちらです。ザ・ファブル。いや面白いですね。読んだ。これあの実写映画化もされて岡田准一さんがこの、はい、主人公の役やってあのこのまあパートナー兄弟のふりをしてるパートナー木村文乃さん、うん、ねやってこれね、要するにあの本当裏社会の殺し屋なんですよ、うん、だけどあの今日からあのちょっと殺し屋やめて一般人になるというふうにボスから言われて普通の人のふりをして今までしたことないこの普通の生活っていうのをその、 あの兄弟でも何でもない女性の陽子という、まあ、偽名なんだけど、うん、陽子と明田っていうその時の偽名を使って兄弟のふりをして大阪で一般人の生活をするっていう話なんだけどでもなんかこういろいろやっぱ裏社会にいろいろ巻き込まれてっていうね。でも殺しちゃ人を殺しちゃいけないって言われてるから殺さずにいろいろ頑張ったりするっていう、うん、俺合うと思うけどな。本当？いや合うと思います。なんかその淡々としてても一筋縄じゃいかないみたいなのが声質の存在感で、うんうんうん、それこそ唯一無二感ですよね。そうそうそう。すると仲良し声優に乗せられ森久保くんによる勝手にザ・ファブルオーディションが開催。普段声優さんがやっているオーディションの様子が覗き見できるぞ。ではあの所属とお名前それからセリフお願いします。はい。アドナインス所属森久保祥太郎です。佐藤明役です。よろしくお願いします。気合はすごいが猫が違う。名前を残したいとか生きた証とかそういう痕跡すら全く残さない。存在を知られない。それがこの世界のプロや。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れさ。これもう森久保くんでいいね。いいですね。監督どうでした。この先もうオーディションいらないです。ここまで決まりで。あと帰っちゃってください。なんでオーディションコントになってんだよ。実際効果は知りませんけど。まあでもちょっと初めてなんかやってみて、なんかいやいやいややりたいこれ。
したら、じゃあタクマ行きます。あ、僕行きますか。はい、分かりました。僕が今回やりたいなと思ったのはこの作品ですね。どん、ここは今から倫理です、うん、まあ、倫理って哲学とかに近いような授業なんですけれども、この作品では主人公の高柳先生という倫理の先生が倫理という授業を通して生徒一人一人の、まあ、個人的な悩みだったりとか、家庭の問題とか学校における悩みだったり、いろんなことを倫理を通してその人たちに、生徒たちに道をなんか示していくっていうような作品になってまして、なんか大人向きな感じだね。そうですね。ただやっぱり登場してくるその悩みを抱えているのが学生の子たちなので、うん、この若い人が読んでても、あ、自分と重なるところがあるなっていうので、うん、先生の言葉からこうなんか道が見えたりすることもあって、うん、若い人にもおすすめな漫画になっていると思います。うん、そう、基本一話完結になっているので、次から次へ全然違う悩みを持った子も出てくるので、その展開がやっぱ面白くて面白い、ね、で先生がすごい淡々としてて、うん、どんなことにも動じないと思いきや、うん、意外と生徒のことになると熱くなったりする瞬間があって、その先生の人柄も見どころの一つですね。でかなりかっこいい、その先生やってみたいって感じ。そうなんですよ。これスペシャルムービーの方ではもう実は声がついてるのがあったんですけど、うん、アニメ化はされていないので。なるほど。でスペシャルムービーの方では桜井さんが声やられてて、なるほどね、なるほどねっていう。例によって何やらわちゃわちゃし始めましたよ。野島さん、次あの寺島さんです。あ、寺島くん、はい、あ、いいね、彼ね、すごい向いてると思うからね。はい、寺島さん、じゃあスタジオお願いします。あ、はい、はい、では、はい、所属とお名前、はい、そしてセリフの順番でお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、アクセル1、寺島拓磨、高柳。ではまた倫理の時間に会いましょう。ありがとうございました。もうちょっとセリフ足せばよかったね。どうですか。まだお時間あるみたいなんで大丈夫ですけど、ちょっとすごいイメージはぴったりだったんですけど、はい、もうちょっと、もう一言二言あると嬉しいかな。もう一言二言ですか。はい、どこやればどこでもやっていいですか。どうでもいいですよ。あ、珍しいですね。お好きなところですね。ここ読みたいっていうところ。フリー用でしょ。すげえ。そんなオーディション初めて聞いた。そんなオーディションないよ。わちゃわちゃ漫画オーディション、寺島さんおすすめのセリフ必見ですわ。やめなさい。私はあなたを殴れない。お願いします、暴力はやめてください。以上です。ありがとうございます。いいね、いいじゃないですか。いいね、いいじゃないですか。決まりだね、これ ね、うん、そうですね。はい、ありがとうございました。 OK です。はい、ありがとうございます。寺島くんで決まりです。ありがとうございます。ねえよ、そなかなかないですけどね。その場でその場でねえだろ。言われて、その場で言われた。トークバックで言われたいね。もう相当良かったんでしょうね。さあ、じゃあ続きまして、野島さん、はいはい、よろしいでしょうか。僕はもうこれ皆さんご存知と思いますが、花澤健吾さんのアイアムアヒーロー。うーん、面白いですね。これは映画化もされてますし、はい、ご存知の方も多いと思うんですが、僕もともとゾンビものの映画を見たりするのは割と好きな方でして、やっぱり自分がゾンビに襲われたらどうしようっていう、こう対策考えるのも、あ、考えますよね。ね、考えるよね。その作業がすごい好きで、やっぱゾンビが出てくるものってぶっ飛んでる内容よりも、この日常のリアル感が欲しい。そんな中でこれすごいなんかリアルに始まるんですよね。始まり、確かに日常的な感じで始まって、なんとこの一巻のほとんどが日常で締められてて、よっぽどもうほぼ最後のページまでゾンビが出てこない、ゾンビの漫画なのにという作品になってます。そうですよね。当たり前が壊れていく感じがすごい丁寧ですよね。そうそうそう、日常が壊れていく感じが、この主人公のヒデオ、なんかヒデオだからヒーローな。そう、面白いですね。最初気づかなかったんですよ、僕見てて。英雄と書いて。そうそう、英雄と書いてヒデオさんがね。もう彼も、まあ、たまたまね、猟銃の免許を持っているというだけで、うん、のあるんですけど、もうごく普通の漫画家を目指す男ということで、うん、面白い設定ですよね。ね、このごく普通の感じの声をやりたいなと思って、今回これを、まあ、特徴ある声の方の前で言うのなんですけど、普通って面白いなと思って。結構難しいですもんね。そう、難しいから本当に普通の人ですもんね。なんか普通の人、特徴がとかじゃなくて、うん、というのをやってみたいなと思いまして、今日オーディションに参りました。あ、なるほど。オーディションね、志望動機まで。わちゃわちゃ漫画オーディション、野島さんでアイアムアヒーロー。ヒデオ役やらせていただきます。大丈夫、大丈夫だ。
アイアムはヒーロー。はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと難しい人ですね。ちょっとね、難しいですね。あ、ちょっと危険損ねちゃいましたかね。そうですね、うん、でもすごい気合は感じるので、ね、ちょっとこれ勇気を出して決めてみるっていう手もありますね。本当ですか。まあ、ま、周り次第で何とか。そうですね、バランスかもしれないですね。野島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ聞かせていただいて、はい、こっちで話したんですけれども、はい、野島さんで行こうかっていうことになりましたので、こんなコントコーナーを想定してた、これ、うん、わちゃわちゃはしてるよね、確かに、うん、じゃあ最後、おもろかった。あ、僕が、何ですか、やりたいやつ、こちら、推しの子っていう、これはこの表紙のアイドル星野愛ちゃんいるんですけど、うん、すごい伝説級の、伝説級っていうか、めちゃくちゃ売れてるアイドルなんですよ、うん、この子のことがすごいファンな、まあ、男、まあ、いわゆる主人公いるわけで、病院で医者をやってるんですけど、うん、その病院にこの子が妊婦として入院してくる。なんとアイドル、アイドル、うん、で、まあ、外には隠していく。なるほど。自分のそのファンということは隠しま、接していくんですけれども、急に主人公死にます。なんでそうなんだよね、主人公急にで死ぬんですよ、まさか、うん、目を覚ますと、うん、この子の子供として生まれてくる。うわ、で推しの子か。そういうことなんですよ。僕の推しの子この子なんだってと思いきや、うん、推しの子っていう。そんな推しの子として生まれ変わった主人公が一体どうなってしまうのか、超気になる漫画なんだけど。と、これはわちゃわちゃする流れですわ。お名前、所属とお名前、そして役名とセリフの方お願いします。ゲンプロダクション、穂積優也、アクア。演じることは僕にとっての復讐だから。以上です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいね、いいじゃん、いいじゃん。本気で取りに来ましたね。ね、本気で来たね。最近勢いありますからね。これ見て、悪口とか言われてないかな、大丈夫かな。表情も良かった、いいですね、気合い入って、なんかもうスッと入りましたね、うんうん、すごいですね。なんかじゃあもう一役、あの女の子の方の、ね、女の子、アイドルの方の、そうですね、ちょっとね、せっかくなんで、そうすればね、二役やっていただければ ね、あの予算もかなり、ね、考えられますね。二役とかでね、分かりました。すいません、はい、急遽で申し訳ないんですが、今の方非常に良かったんですが、はい、ありがとうございます。できれば女の子の方もやっていただきたいなと思いまして。女の子っていうのはどの女の子で。いや、もうそれもお任せします。え、何ですか、変な音響監督。女の子なんだ、できそうな女の子あったらもう。できそうな女の子あったら、それちょっと探してもいいですかね。はい、どうぞどうぞ、お時間あります。穂積くんが選んだのはアイドル星野愛。穂積くんのアイドルボイス必見ですわ。アイドルは偶像だよ。嘘という魔法で輝く生き物、嘘はとびきりの愛なんだよ。大丈夫ですかね。ちょっと無理があったね。ちょっと難しいですかね。難しいね。無理ですね。無理ね。でも一回やってもらったらね、いい経験になって、いい経験になったね。いい経験だったね。最初のあのメインの方の役の印象忘れちゃいましたね。ちょっと後で撮ったやつもう一回聞きましょうね。ファンが選ぶ森久保祥太郎のすごいところランキングを大予想。俺もやるんでしょ。自分で言うんだ。じゃあもう森久保さんから本人も参戦し、4人でランキングを予想。癖がすごい。果たしてランクインしているのか。中途半端。なんで中途半端。俺は許すけど、今後考えた方がいいわ、これ。次回もお楽しみに。